赤いじめにする。おっとこれも誤爆です。顔面にトラースキック。さあ覇王とリオが珍しく誤爆が続いている。おっとまた誤爆です。珍しいですね。そうですね。おっとその間に傭兵がトラースキック、ドロップキック、ドロップキック、傭兵覇王からスリーカウントを取りました。ペロスの勝利です。いかがでしたか、井上さん。いや、覇王選手と仁王選手の誤爆ですよね。やっぱあそこ一度ならまだしも二度続いてしまいましたよね。そこで覇王選手かなりメンタル的にね動揺したんだと思いますね。まあ、普段あんなに誤爆する2人ではないんですよね。いや、ほとんど見ないですよね。ただ今日は非常に珍しい、まあ、だからこそ覇王選手はね動揺したんだと思いますね。まあ、その同士打ちに乗じて傭兵がすかさずスリーカウントを奪いました。ただそこのね傭兵選手の決定力も非常にね高まってきましたよね。一方こちらは敗れた覇王と仁王であります。まあこの同士打ちが、あ、その覇王が仁王を突き飛ばしました。これは一枚岩の2人に、まあ、試合流れだったので仕方ない部分ではありますけど、やはり覇王選手としては収まりきらない気持ちがあるということですね。仁王もちょっと微妙な表情をしています。まあ、そうですね。仁王選手ノーサイドだって、ね、しょうがないっていう感じで肩を貸してね落としたところですからね。覇王が一人で下がっていきます。これは何か後に王を引きそうなシーンでしたね。そうですね、非常に、まあ、覇王選手の怒りがね試合後爆発してしまいましたよね。